森保ジャパン再びの圧勝劇に韓国ファンが羨望の眼差し。もはや欧州のチーム。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。現地9月10日、日本時間9月11日1時キックオフとなったワールドカップアジア最終予選第2戦、バーレーン代表対日本代表戦ですが、戦前の予想以上の点差がつき、日本が再び圧勝。2試合で12得点0失点という完璧な最終予選のスタートを切りました。森保ジャパンのこの試合運びに、なぜか韓国のサッカーファンが羨望の眼差しで見ているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストウェブから。現地時間9月10日に開催された北中米ワールドカップアジア最終予選の第2節で、日本はバーレーンと敵地で対戦。上田綺世と森田秀正が2発を叩き込んだ後、途中出場の小川航基にもゴールが生まれ、5-0 で大勝した。アジアのライバルたちが苦戦する中、森保ジャパンは初戦の中国戦と合わせ12得点で0失点。最終予選でも圧倒的な戦いを続ける中、韓国のポータルサイトネイバーのコメント欄には次のような声が寄せられた。2試合で12ゴール。本当にクレイジーだ。日本はすごい。今回の日本は最強。もはやヨーロッパのチームだ。アジア最強のチームではなく、世界最強のチームだ。時間とお金をコツコツとかけた日本、その場しのぎの韓国。日本はよく組織化され、世界を目指す脱アジアのレベルに進んでいる。韓国の現実を考えるととても悲しい。韓国は穴が多い、日本は穴がない。アジアオールスターチームイコール日本代表、ソン・フンミン。バーレーンに負けたオーストラリアはどうなるんだろうな。韓国はホン・ミョンボ新監督の初陣ともなった最終予選の第1節でパレスチナとまさかのスコアレスドロー。第2節のオマーン戦では苦しみながらも最終的には3-1で快勝したが、新体制に対しては批判的な声が少なくない。このように報じています。この試合、森保ジャパンは前節中国戦とほぼ同じメンバー、同じフォーメーションで臨みました。久保選手の代わりに鎌田選手が入ったことが前節との違いでしたね。そんな中、前半はやや森保ジャパンのボール回しがスムーズにいかないシーンも見られます。結局前半は上田綺世選手の PK による1点で終わりましたが、後半は日本の一方的な展開。上田選手の2点目、森田選手の2得点、そして交代で入った小川航基選手のヘディング弾など、試合を通して5得点を挙げ、守ってはバーレーンの攻撃を無失点に抑える完封劇。この強さに韓国のサッカーファンもさすがに森保ジャパンの強さを認めざるを得ないようです。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。アウェイの地で格の違いを見せつけてくれた。今の日本はアジアの枠を完全に超えている。半端ない試合で起きててよかった。ソン・フンミンはオマーン戦で良いボール決めてたからさすがやけど、アジアオールスター日本、ソンは違うかな。今の日本代表のポジション的に三笘の位置に入る野郎から別にいらん。セルジオみたいなことは言いたくないが、これは決めろよってシュートミスが何本かあったことを考えると8-0ぐらいで勝っててもおかしくなかった。2試合で12得点も異常事態だが、何より1失点もしてないことが異常すぎる。完全にワンサイドゲームだし、負けるイメージが全く湧かない。韓国の試合も見ましたが、そのソン・フンミン・ファン・ヒチャン、ガンインダのみでチームとしてはイマイチでしたね。強い強いとは思ってたけど、中東の完全アウェイでバーレーン相手に5-0はさすがに引く。本番までにサブ組の浅野、小川に代わる井野選手が出てこないとまたベスト4は厳しいかな。短期決戦にはサブのフォワードの充実度が絶対必須。日本にはソンにパス出せる選手たくさんいるから、フィニッシュに専念させならスパーズ並みに活躍しそうだな。ソン・フンミンは確かにすごすぎるけど、チームの完成度や層の厚さでは日本の方がリードしてるのは間違いない。バーレーンは痛がって寝転がって時間稼ぎすると思ったけど、そうでもなかったな。2点目取られてから余裕がなかったね。さすがに日本が強いというよりアジアが平たく弱くなってないか。最終予選でこの点差だとワールドカップ本戦で1勝でもできるの日本だけだろ。
序盤の2試合が終わっただけ。まだまだ先は長い。勝って兜のおしめよだね。こりゃ強いな。菅原、田中碧、大然は出番なかったし、さらに冨安、伊藤もおるのか。日本おめでとう。日本だけ一次予選みたいなスコアだね。韓国の試合も見ました。キム・ミンジュの動きは確かに不安定ですね。韓国の場合は才能ある子が早期に韓国式育成コースから離脱できるかが鍵ですからね。日本のレベルは欧州でも上位、第2グループくらいだと思う。終盤の久保のスーパースルー2本のどちらかは決めてほしかったな。2試合で12ゴール W、 もう何ゴール決めたらその後試合免除してくれ。間違いなく歴代最強。さまざまな声があるようですね。忘れてはいけないのが、今回の日本代表にディフェンスの要、冨安健洋選手や伊藤洋輝選手がいないこと。もちろん日本がボールを保持して攻める時間が多かったため、守備陣にそこまでの負荷はかかっていないかもしれませんが、それにしても2試合続けて完封勝利というのは本当に素晴らしいと思います。こういった大量得点の試合は得てして失点しがちなんですけどね。それにしてもこの試合を見て思ったのは、前半の上田綺世選手の PK シーンなどで観客側からレーザー妨害されるシーンが見られたことがとても残念でした。過去にも中東で試合をした時、同じような妨害が見られましたが、これは本当にやめてほしいですよね。アジアのサッカーファンのレベルが疑われてしまう残念な出来事だったと思います。そしてこの試合で9月の代表ウィークが終わり、選手はそれぞれのクラブに戻っていきます。次の代表戦は10月11日と15日、アウェーでサウジアラビア戦、ホームでオーストラリア戦となり、グループ C の強豪2チームとの対戦。サウジは現在1勝1分け、オーストラリアは1分け1敗。この2試合でも日本代表にはぜひ良い結果を得られるよう頑張ってほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。